当選者がいない、または、得票数が足りない場合であって繰り上げ当選等の方法で補充できないために、再度選挙を行うこと。以下では主に、日本の選挙における再選挙について記述する。日本の選挙では、繰り上げ補充で、候補者が補充することができずに、法定得票に達する候補者がなく、または、不足した場合、立候補者が、 定員に満たない場合等の自由により当選人がなく、あるいは当選人の数が定員に満たない場合、当選人が死亡した場合、当選人が当選を定められた後当選を失った場合、選挙無効や当選無効の判決、採決、決定が確定する結果当選人がいなくなったり、定員に満たなくなった場合、総括責任者等の選挙違反で、 いわゆる連座性により当選が無効となった場合、当選人が選挙違反をして当選人の当選が無効となった場合に行う。ただし、衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員、地方議会の議員の場合にあっては、選挙無効や当選無効の判決、採決、決定が確定した場合を除いて、このことによってかける定員が、 国欠選挙の自由が発生する自由と同じ定員、不足に至った場合に限る。参議院比例代表選出議員の場合において、任期をことにする参議院比例代表選出議員の選挙が行われる場合や、地方議会においては、その選挙区で同じ地方公共団体の他の選挙が行われる場合は、当選人の不足数に関わらず再選挙を実施する。ただし、 任期満了6月前の場合は再選挙を実施しない。再選挙の発生原因は選挙の対象となる公職によって異なっている。日本以外の国では再選挙の代わりに上位候補による決選投票制を導入している場合もある。国政選挙において当選人がないことや定員に満たなかった場合、あるいは選挙無効訴訟の結果選挙無効となった場合は、 原則としてその自由が発生した日から40日以内に、その他の場合は、統一補欠選挙と同日に実施することとなる。地方選挙の場合は、原則としてその自由が発生した場合は50日以内に実施する。なお、再選挙を実施する場合であっても、選挙無効訴訟等が継続中の期間は実施しない。法定得票に達する候補者がなく、または不足した場合にも、 再選挙が行われることになるが、再選挙の立候補資格は、通常の選挙と変わらず、元の選挙の候補者は、もちろん、新たに、立候補することもできる。そのため、形の上では永遠に再選挙が繰り返される、危険性があり、これを避けるため、法定得票の基準は外国に比べ、緩くなっていると言われている。ありがとうございます。